スコット・リッター・スコット・リッターとは、元国際連合大量破壊兵器、廃棄特別委員会主任査察官、評論家。1991年から1998年にかけて、イラクにおける大量破壊兵器捜索のための国連主任査察官として、アメリカの中東に関する外交政策を批判し、イラク戦争反対運動に参加した。またトーク番組の解説者となった。 イラクのサッターム・フセイン政権は、米国政府が気にするほどの大量破壊兵器を保有していない、と、リッターが公然と論じたのは、2003年3月にアメリカがイラクに侵攻する直前のことであった。リッターは、アメリカ議会や講演活動でアメリカ政府を批判し、一躍時の人になった。また当時のイラク国会で、アメリカ・イギリスを批判する演説も行っている。 一方で、サダム・フセイン政権関連の実業家、シャキア・アルコ・フォジーから、石油食料交換プログラムに絡んだ40万ドルに及ぶ資金提供を受けていたが、本人は、イラク情勢を客観的に描いたドキュメンタリー映画作成のための資金であるとして、買収ではないとしている。2001年4月、警察官が未成年者に噴したおとり捜査で、性行為を要求し逮捕されたが、 告訴にまでは至らなかった。同年6月に再度を取り捜査で逮捕され今度は告訴に至ったが再び問題を起こさないことを条件に釈放されている。2009年11月にインターネットのチャットでを取り捜査を行っていた警察官とのやり取りにより逮捕された。警察の発表によれば15歳と名乗った相手に対し自分のウェブカメラのサイトへ誘導しカメラの前で辞意する。 姿を見せつけたという、有罪が確定した場合、最長7年の実刑を受けることになる。ありがとうございます。